よし、フェスマッチやるぜ。イカ最強。ああ、フェスが始まってることに3時間気づかなかったぜ。普通に12時からと思ってました。やられた。死ね、ほらダイナモ。危な、あそこのダイナモが非常に邪魔ですね。センサーがついてるので下がりましょう。返り討ちじゃボケー。イエーイ、3キル。そっちにもいる。お、これいいんじゃない。その上にいますね。変なとこ張り付いた。ちょっと撤退するときにも気を配ってここを塗っておきましょう。あ、ちなみに危な、ちなみにギアは頭がイカ速度アップ、胴体がフェスティのスペシャル減少量ダウンに、靴は安全靴ですね。ほい。で、ちなみに今ボムラッシュ、9番ボムラッシュ来てたけど、基本的にボムラッシュは、危な、危な危な。基本的にボムラッシュは突っ込んでいったら簡単に倒せますね。てかまだゼロですじゃね？最強！あ、武器はオクタシューターです。あそこにダイナモがいる。あれはスパッシュじゃないと殺せないので、とりあえず。でも味方がいいですね、これ。味方の武器は、危な。あそこで撃ってるダイナモ、危ねえ危ねえ。が邪魔なんですけど、このトルネードはありがたいですね。攻め込まずしてスパッシュを貯めれます。というか、味方っていうか敵全員あっち行ってますね。自分がここで無双してたからでしょうか。おっと、やってくれましたね。そこにいるなら死ぬ。いませんね。これは勝ったな。おっと、ダイナモがそっちに移動している。ちなみに、ライジンステップっていうステップ僕よく使うんですけど、これです。ライジンステップ。チャージャー最高、ナイス。勝った。イカ最強。さあ、圧勝じゃないか。ってことで、ネギトロでのフェスでした。7キル0です。最強。ちなみにスティック操作で、カメラ感度はマイナス 2.5 です。ということで次、ああ寒、よし、攻め時がいつかを見極めるといいですねって感じです。こっち行こう。まあ縄張りバトルなんでね、フェスマッチは細かく塗るのも大事みたいな。でスパッシュのいいところ、このネギトロとか反対のエリアも
攻撃できるとこなんですよね。そこいますね。おっとおっと。スパシャ持ってるので積極的に攻めに行きましょう。おっとやられてしまった。残念。鼻水やばきつ。おっと敵がこっちに攻め込んできてますね。おっとバリア持ってる。降りていきましたなら追いかけていきましょう。はい死にましたワロス。これガチマッチとかの時に使えることなんですけど、いやいやいや、どこ行ってるんですかね。こういう風になってる時は敵が登りやすいじゃないですか。なのでこうやってこう少しでもいいから潰しておくといいですね、暇な時は。おっと敵が来ている。死んだ。死にましたね。味方ナイス。敵が登りやすい壁を潰しておくっていう作業が意外と終盤効いてくるので、敵が全滅してやることないとか、そんな時は、おっと、ローラー。上からローラーは、無理。ほら、相手がローラーだけだと壁塗るのも相当な暇がいるので、やっておいて損はない。あのローラーは、ダイナモか？来たら死ぬ。ああここバシャバシャやるだけでも相当な。おっとほら今みたいに壁を濡らせる時を狙うっていうのも全然できるのでやっておくといいですよ。まあ腕前まだエースの僕は説得力ないけど何せやば圧勝じゃないか。7キル2です。お、味方9キル2ですがある。強えね。はあ、あ、今回のフェスマッチのステージは、ホッケフとネギトロ炭鉱、マサバ海峡大橋となってますね。早く永遠になって、ウェン、エンジョイしたいな。お、タコ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 。よし、ネギトロ以外、ネギトロ以外。オッケー。オッケーじゃね、ホッケフト来た。寒い。ローラーローラーホッカス？チャージャーやったか？見てなかった、あんまり。敵の武器把握は結構ガチマッチ大事ですよ。来ますね。そこにいます。おっと、スプリンクラーってことはスプラチャージャーの可能性が高いと思うけど。上に行ったよな。ここにいるね。おっぶ。ダイオウイカ今やって飛び越えるといいですね。いや、味方やられんなし。まあ、ダイオウイカは恐るるに足らずってとこですね。相手2人死亡。あとこの上の戦況把握がやっべやっべ。だよだよ。え、ロングブラスターカスタム、そんなのあった？アップデート？は？完全にフォッカスと思ってました。ふう。
この裏に一人いる。こっちから一人来ようとしている。で、ロングブラスターまずいっすね。やばいっすね。あー、これがロングブラスターの射程。やばいね。やばい、押されてる。あのロンブラは俺が処理するべきやったっすね。大王持ちは卑怯だってば。あー、怖。そこにいるな。あのロンブラはお前だ。よっしゃ。いや、あのロンブラはお前だってよくわからんけど。まあいいや。どうだこれは。結構したぞ。あー、でも真ん中取られてダメだな。負けました。ドンマイです。6キル2です。うん、これはドンマイだ。よし、とりあえず一回このフェスマッチは切ろうかな。また次の動画で